B レジェンド染田です。 B レジェンド管理用紙布目です。 B レジェンド上野です。今日はそうですね、結構お客様からまあ寄せられる部分もあるんですけど、こうプロテインはこう何で飲むのが一番いいのかみたいな問い合わせは結構あったりして、それで言うと染田さん何がいいんですか？僕は、まあ、その時そのシーンによるんですけど、僕のおすすめはやっぱりオレンジジュースです。おオレンジジュース、オレンジジュースですね。それは美味しいってことですか？まずそう、一番は美味しいっていう部分はあると思います。ああそうですか、はい。それで言うのは布目さんは何をしたいですか？そうですね、私は牛乳ですね。あ、牛乳か。牛乳、もう完全に牛乳派です。もうそういう、まあ言ってしまえば、まあちょっと潜りですよね。潜り、やっぱり水なんですよ。あ、なるほど。水っすか。水なんですよ、やっぱプロテインは水。確かにね。そうで、ちょっと変わり種で言うと、それ何でしたっけ？これはスポーツドリンクです。これスポーツドリンク、市販の、これどこのやつだっけ？モ、ボー、オーの、オーシャン、オーシャンの P です。はい、P、なるほど。まあどれに混ぜたらいいのかって話でしたっけ？そうですね、まあ、それぞれ多分タイミングとかそういうメリットとかデメリットもあるかと思いますので、その辺についても深く掘り下げていけたらと思います。深くね、言いましたね。はい、はい、なるほど。そんなに深くなくていいですそうか、じゃあ今宵もう正解が出ちゃうわけですね。そうですね、どれで混ぜればいいのか。そうじゃあどれからいきます？で、どれからやっぱりでもまず一番スタンダードな水からでいいんじゃないですかね。いきますか、はい。こういう時に我々が使ってるのがもう袋じゃめんどくさいから、これこれですね、はい。これなんかナチュラル、ナチュラルですね。タレも仕掛けもないナチュラルですね。で問題ですか？ちょっとこれ お作りしましょうか。はい、はい、お願いしてもいいですか？はい、この公式な作り方、ね、それでは切りが通常通りすり切り4杯でいきたいと思います。はい、あ、できました。もしかして入れてきますね、はい、お願いします。じゃあ、まあ知ってる味ですけど、うん、あ、結構美味しいですね。いや、ナチュラルそう、うまいですよ。あら、なんかもうちょっと私がイメージしたの厳密な感じでしたね、うん。あ、全然です。全然です、はい、飲みやすい。でもあんまり今までナチュラル飲む機会あんまなかったですね、私。あ、そうですか、うん。これからぜひ飲んでください、ナチュラル。はい、じゃあ次。次ちょっとどれいきます？そうですね、やっぱでもやっぱり水の次はこれちゃいます。あ、出た、僕推しの染田一押し。これ革命的に美味しいですから。革命的、はい、なるほど。オレンジジュースね。染田さんはこれいつから、オレンジ、何のきっかけでオレンジジュース？最初は、手は止めないでください。 ありがとうございます、うん、最初は僕原発買って飲んでた時期があって、はいはい。で、ちょっとどうしても味がないじゃないですか。現場ね、はい、はい。で、味欲しいなってなった時にオレンジジュースを買って味つけてたっていう部分があって。あ、じゃあもともとは現場とオレンジジュースの組み合わせ、はい、そうでしたね。なるほど、なるほど。で、それでその美味しさに気づいて、うん、ナチュラルで割って飲んだ時の美味しさといったらないですよね。ああ、そうですか、はい。すごい、 色大丈夫ですか、これ。いや、色は何の問題もないですいいですか、じゃあ飲んで。悪くないですよ。いただきます。美味しい。うまい、美味しい、オレンジ、オレンジ優位ですね。あ、いや、あ、なんすかそれ。うまい。あれカキドリさんみたいな声出へんす。オレンジ強いっすね。美味しいでしょ。まあ、美味しいですよ。めちゃめちゃ美味いです。なんかオレンジジュースの、とんがった酸味がなくなって、でもまあ酸味はあって、でそうナチュラルでその緩和されてまろやかな、うん、でも酸味がある。美味しい。そう、これ美味しいんですよ。美味しいです、これ。めちゃめちゃ美味しいんですよ。全然美味しくなります、私これは。てっきりすき焼き用の卵とばかり思ってたんですけどね。違いますよ、めちゃめちゃ美味しい。美味しい。じゃあ次は牛乳でいきましょう、はい。あ、じゃあ布目標の、私推しの牛乳、はい。これちょっとないんちゃいます、これ。いや、ないことないでしょ、めっちゃ叩くじゃないですか結構牛乳は安牌だと思うんですよ。あ、ほんますか。そう、どうすかちょっといきなりなんか叩く、急になんか、なんか
も何味でもいけるんじゃないかと思いますね。牛乳はコーラはちょっとあれですけど、あーそうですね、コーラ以外はいけるんじゃないですかね。まあ、コーラもなんか牛乳で割ってみて面白そうですけどね。そうですね、牛乳との相性、そうです ね。どうなんですか、ホットの、うん、あの味噌汁とかどうなんですかね、牛乳。いやでもよくその、まあ、言ってもあれもね、あのホエ由来ね、いけんのかな、あのだからまろやかな感じの、まあ、お味噌汁ですけど、たまにねお味噌汁に牛乳入れたりヨーグルト入れたりする人、そうそうですよ、あるんですよ、合うらしいんですけど、いきます。あ、うまい、うまい、牛乳が、まあ、牛乳は間違いないですね、うん、牛乳にちょっと甘みついてうまいですね、うん、そうですね、うん、牛乳に甘みがついたって感じでした、本当にね、うん、そう、全然、うん、あの一番こう、うん、シンプル、うん、ナチュラルというか、うん、あの何の矛盾もない味というか、うん、だから本当にナチュラルの味そのまま味わえて、それでいてなんか本当に牛乳の、ね、甘くなったような牛乳の味もあってみたい な、 なんかシンプルな2つの味が本当にそのまま味わえた感じ、美味しいですね、割とありっすね、うんうん、じゃあ最後ちょっと変わり種、ちょっと変わり種ですね、やったことないです、これは王者さんの P、うん、ですね、 P ですね、これね、どうなんだろうな、いや、まあ、どうなんですかね、今の感じでいくと、うん、まあ、外すことはないんだろうなって感じ、なんかどうですかね、この特有のスポーツドリンク、うん、特有のこの味が、いや、そうですね、うん、一応でもこのスポーツドリンクの味ってこれ多分グレープフルーツに合わせてるでしょ、たぶんもともと確かにそうですね、これもうそうか、粉味で認識してるからグレープフルーツって思いませんでしたけど、そうグレープフルーツなんですか、だからプロテインとグレープフルーツどうなのってところですけど、うちもだってグレープフルーツ味のサンプル何度も飲んでますね、うん、そうですね、だから割といけんじゃないかな、匂いは飲みましょう、スポーツドリンクの匂いですね、うん、ああプロテインらしさはね、薄まりますね、うん、あの、初めましての味です、私、うん、何でしょう、あ、でも、美味しいですよね、何なんですかね、うん、正直な感想を言うと、なんか 1+1 が2にしかならない味だなって感じなんか、何とも言えない味ですね、そう、でも、まずくはないんですよ、全然そう、全然飲める、すごい美味しいかって言われると、そうでもないんですけど、なんかちょっと癖になりそうな、なんか味な感じがしますね、面白い味、うん、ああなるほど、まあ、うん、あれとこれまずだ、この味になるから、うん、面白い味です、なんかもうこれは飲んでもらわないと何とも言えないような、そうですね、1位、今回 4つ飲んでみてる、1位出しましょうか、うん、これがスポーツドリンクで、スポーツドリンク、牛乳で、牛乳、オレンジで、お水、お水ですね、じゃあ1位せーので指さします、そうですね、さしましょう、いいですか、せーの、これ、あ、なるほど、オレンジジュース2票とこれ牛乳でしたね、牛乳ですね、いや、まあ、こっちかこっちかなって感じでしたけどね、上位はここ、うん、だなって感じですね、結構オレンジジュース、オレンジジュース美味しいっすよ、オレンジジュース美味しかったです、そういう感じですか、はい、じゃあそうなってくると多分それぞれ混ぜることに、うん、まあ混ぜるものとの組み合わせによって、うん、なんとなくそのプラスアルファがやっぱり違ってくると思うんですね、うん、ちょっとそこについても少し触れていきましょうか、そうですね、まあ、基本的にでもあれですよね、まあ、プロテインとこの例えばオレンジジュースはオレンジジュース、まあ、そのまあそれら両方含まれている栄養がまあ一緒に取れるっていうところがまあ究極の話になると思うんですけど、それぞれちょっとまあ話をしていくと、まず最初水ですね、はい、水だとどうですか、まあ、やっぱり水は吸収がすごい早い特性があると思いますんで、こうやっぱり運動後とかは一番おすすめできる部分になるのかなっていうふうには思います、そうですね、まあ、これをつけると、はい、なんか最近のネタだとうさんくさくなるんですけど、はい、水はカロリーゼロこれはでも揺るがないと思います、はい、あ、そうですね、そこはあると思いますし、そうですね、だから本当に確かにタンパク質だけを、ね、うん、取りたいっていう方で、まあ、吸収速度早めたい、タンパク質早く早めたいって方は確かにお水が一番、なるほど、うん、
やっぱりその吸収速度でいうと、その辺の障壁になるものでいうと、やっぱ脂質とかなのかと思うんですね。脂質と、まあ、あとあの濃度とか、ね、あなるほど、ね、うん、そういうことですね。体液との濃度の関係、ね、浸透圧、浸透圧ですね。あなるほど、はい、まあ、それでいうと一番フラットで、まあ、カロリーオフですよって言えるのが、まあ、水、うん、そういうことで一旦よろしいでしょうか、ね、はい、じゃあそうなると、まあ、じゃあ次、味が、まあ、3人中2人が1位だったこのオレンジジュース、はい、これはどうでしょうかね。これは僕は結構やっぱりハードにトレーニングした後に、あのどうしても糖質も一緒に取りたいなっていう思いもあって、うん、その中から生まれた飲み方であって、うん、糖質と取ることによってこうやっぱりインスリンが分泌されて、うん、タンパク質の吸収が良くなるって言われますんで、うん、その辺を意識して取ってる飲み方です。はい、私今すごい思ったんですけど、本当にそれなんかリカバリーにいいなって思いました。あ、まあ、はい、そういうことですね。あのね、やっぱりいつも運動後のリカバリーに、あのタンパク質と糖質の組み合わせっていうのがね、うん、組み合わせることによってそれぞれの効果があの高まることも分かってるんですけれども、エネルギー補給と、まあ、損傷、筋肉損傷にタンパク質がいいと思うんですけれども、これ両方取れますもんね、うん、しかもあのオレンジジュースなんでビタミン C とかも入ってますし、うん、これすごくいいですね。そうです、これだったら、ね、炭水化物あの余計に取らなくても、これで、まあ、ちょっと炭水化物の量少ないと思います、もうちょっと足さないといけないと思いますけれども、理にかなってますね。これいいですね。栄養セミナーでこれ、この飲み方私おすすめしようかな。一回オレンジジュース割り。あ、オレンジジュース割り。お、これとってもいい。なんか、うん、そのプロテインを、まあ、水で割ったプロテインと、プラスでやっぱり糖質で、うん、糖質を取るっていうのはおっしゃる通り意義があると思いますし、うん、で結構多いのはそのプロテイン飲んでプラスで例えばバナナ食べますとか、あとは、まあ、マルトデキストリンをこう入れて飲んでますみたいな、うん、まあ、糖質補給のためにっていうか感じで、される方は多いんですけど、まあ、オレンジジュースはまあそれはそれでやっぱ糖質取れるで、何より美味しいしってとこがポイントかもしれないですね。良かったですね、ソウラさん。あ、ありがとうございます。本当にいいですね、これ。美味しいし糖質も取れるし、うん、しかも液体だから吸収もね早いですからね、うん、そうっすよ。もうそうなってくるとちょっと逆に悔しいから、うん、どのフレーバーとオレンジジュース合わねえんだみたいなのを、あ、合わないの。抹茶とかですね。あ、抹茶ね。確かに。そうだな。結構いろんな試してるんで。あ、そう、はい、そういうことっすね。抹茶はちょっと合わないです、ね。まあ、それで言うなら水は何でも合いますよ。そう、そこは強みですよね。ちょっとまだちょっとまだこう食い下がる、はい。じゃあまあプロテインで次は、まあ、定番の牛乳、牛乳、はい、これで言うとどうでしょうかっていうところ。これは僕の飲み方としてはもう完全に間食とか就寝前のタイミングに飲む方法ですね。あ、牛乳を入れることによって、うん、まあ、ちょっとあの吸収速度が穏やかになりますんで、こう寝てる間とか、例えば間食とかで長時間何か栄養摂取ができない、うん、時間帯とかに、うん、もう吸収を穏やかにすることによってこう血中のこうアミノ酸濃度を常に高く保ってくれるっていう部分を、あえて緩やかにっていうことですね。あ、なるほどね。ちなみにあれですか、いつもその牛乳で飲むときは、はい、あの低脂肪乳とか、あ、低脂肪乳にしてますね僕は。今日はこれ普通の牛乳、牛乳ですね、はい、うん、あれですか、はい、あれですね、ちょっと持ってきても、はい、ちょっとこれどういうもの入ってるんですかね意外とそう、結構その炭水化物も入ってたりですよね。うん、そうですね、炭水化物も 10g ぐらい入ってて、乳糖か、うん、今の取った分の量でいうとまあ 10g、 そうですね、うん、なるほど。だ、まあ、こういうところがまあ一緒に取れますよっていうのは、うん、やっぱまあ一番はカルシウムじゃないですか、ね、いや、そうですね、そうですね、うん、結構あの授乳プロテインなんかもそうですけど、やっぱ牛乳で割って飲むの美味しいし、でカルシウムも取れるし、やっぱどの世代の方でもあのカルシウムって結構食事だけだと不足しがちな栄養素なので、うん、あのタンパク質補給と同時にカルシウムもね、うん、あの取れるので、やっぱね量食べれないって方が多いんですよね、あのご高齢になってきたりすると、うん、でそういう方には、ね、ほんとこの一杯の中にやっぱり栄養価がたくさんあった方がいいので、うん、あの私も自分の、まあ、祖母の妹とかに、うん、もう80超えてるんですけれども、うん、
抹茶の茶茶茶を牛乳で割って飲んでもらうのを毎日飲んでもらってますね。あ、はい、めっちゃ美味しいですよね。そう、牛乳、抹茶の牛乳割りめちゃめちゃうまい、はい、美味しいですよね。めちゃめちゃうまい。抹茶の牛乳割りおすすめですね、うん、そう、結構でも牛乳も相性そんな問わないっていうか、うん、割といけますよね、うん、そうですね、大体、まあ、さっき言ってた通りなんだ、コーラコーラだけちょっとどうかなと思いますけど、そうですね、それ以外割と、うん、なんかすっきり系、それも酸味あるベリーとかもいけちゃいますね、うんうん、めちゃめちゃ美味しいですよね、ね、美味しいですよね、ベリー飲むとかね、そうそうそう、そうなんですよ、酸味系のやつと牛乳混ぜるとなんかトロトロして飲むよみたいな感じになりますよね。パッションベリーあたりはかなりおすすめです、ね、そうですよね、うん、なんか不思議とトロトロしてそう、うん、でバナナともう某 M 社のうっきゅっせい、これがそんな感じですか。まあこれはだってナチュラルだから、ね、バナナですね。したらそうそうなるっていう風なもっぱら噂ですよね。そう、キャラメルコーヒーを混ぜるとあの某コーヒーショップのキャラメルになるっていうのも、はい、あ、コーヒーってやったことないですけど、でも、はい、いや、まあ、コーヒーなんか絶対間違いないですもんね。いや、めちゃ美味しいですよ、本当に、うん、で最後ですよ、これスポーツドリンク、スポーツドリンクスポーツドリンクで言うと、まあ、スポーツドリンク、まあ、さっきの前2つと同様、糖質は入ってますね。そうですね。あとはあれですか、やっぱりその電解質入ってるから吸収でいうとこれが一番いいんですか、うん、早いのかもしれないですけどね。どうなんそうです、いや、まあ、でも吸収速度で言ったらやっぱお水が一番だと思うんですけど、だからエネルギー補給ができて、まあ、汗と同じ成分ですからね、うん、なので汗かいたトレーニングの時に水分補給しながら、そのもちろんエネルギー糖質も入ってるんで、エネルギー補給もできて、タンパク質の補給もできて、さらに電解質ミネラルとかも補給できるっていう感じですね。なるほど。例えばなんかあの体調崩して風邪ひいてる時とかに水分補給の時によくね、スポーツドリンク飲んだりすると思うんですけど、あの脱水になりやすかったりとか、うん、例えばあと下痢しちゃったりとかねっていう時とか、うん、そういう時にそのこれでタンパク質も一緒にプロテインも混ぜて飲んだら、より栄養価高く栄養補給できるかもしれないですね。ああ、なるほどね。正直は味は私微妙だったんですよ、うん、私もちょっとあの何でしょうね、不思議な味でしたね、やっぱね、まあ、我々のせいかも、うん、我々の修行の足りなさだかもしれないです僕パッションとかで飲んだらスポーツドリンクもめちゃめちゃ美味しいです。あ、確かに確かに、うん、ピーチとかもいいかもしれないですね。そうですね、うん、そう、さっぱり系だ、うんちゃうかなっていう、うん、なんかそれぞれね、あの得られる栄養素がやっぱり変わってくるので、うん、目的に応じて、ね、使い分けたらいいかなと思いますね。一番いいと思います。そうそう、目的とかその時の、ね、コンディションとかによってで、欲しい栄養素プラスアルファにした栄養素によって割るものを変えたら美味しく飲めるし、いいですね、お得な感じですね。効率よく栄養補給ができる、はい、うんうんうん、まあだからあとはなんだ、あとも美味しいもん、好きなやつを選んでいただいていいのかな、うん、 ね、それが正解かな、そうですね、だから染田さんもオレンジを飲んで正解だったと思います。ああ、よかったよかったよかった、まあ、という感じで今回は、まあ、ナチュラルに結構絞って4つ試してみました。で、まあ、この辺ちょっともう少しそのいろいろ試したいですよね。そうですね、面白いですね、楽しいですよ。僕も結構何と合うかなって考えて、うん、いろいろ混ぜたりして探すのが結構楽しかったりするんで、ぜひこう何かおすすめのなんか混ぜ方とかあったらコメントぜひコメントに、はい、書いてほしいと思います。なんかね、でも結構いらっしゃいますよね、ご自身なりにそのアレンジを加えて楽しんでる方、すごくそれはよく耳にして面白いなと思います。まあ、結構そのプロテインって一気にとどまらずね、なんか料理に使う方も多かったりしてね、なんかその辺も含めてプロテインの活用術みたいなところはね、いただきたいですよ、コメントで。そうですね、そういたしましたね。今日の動画が良かったっていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さようなら。さようなら。